どうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。私、キレイサージャンネルドキッドでございます。新年明けましておめでとうございます。新年一発目、はい、こちらグランツーリスモスポーツやっていきたいと思います。ね、違います。いらないですね、こういうベターな振りはね。コナンアウトキャストというゲームを、今年一発目やっていきたいと思います。はい、まあビルド系のゲームですかね、建築系のゲームになりますね。で、まあちょっとね、いろいろグロいので ちょっとここ配信するか悩んだんですけど、まあまあまあやってみましょう。新しく一皮向けた1年にしたいなと思って、これ選びました。はい、買ったの去年なんですけどね。でやったの多分30分ぐらいしかやってないですけど、操作方法はした。やっていきましょう。さて、一人プレイ、協力プレイの方、こちらでやっていきましょう。で、続けるにして、協力プレイを有効にするにしましょう。はいと。さあ、で、これでなんか選べるらしいんですよね。カスタム。なんかここら辺よくわかんないんだ。ペットと上。まあ、ちょっと初心者なので、まあでもアークサバイバルエボルブドをもうちょっとやってたので、まあここはね、基本的なプレイであるこの没落、これでやっていきましょうか。プレイと四角なんですね。海外のゲームだから四角なのこれ。はい、さて、まあグロいと言ったのはですね、これなんか奴隷にできるみたいなんですよね、 NPC を。でその奴隷を刺激して建物を作ったりだとか、まあいろいろな効果がある、なんて言うんでしょうね、アイテムっていうのかな、まあ踊りがあったりするのかな、なんかその動画を見てたら曖昧なんですけど、まあこのコナンアウトキャストにのっとってですね、バンバン奴隷増やしていきたいなと思います。ロード長いね、カットしてるかもしれないな、ここら辺。さて、キャラメイクですね。男性と、これは丸なんだね、選択が。で、種族がここでも女性選べるんだから、さっきのいらないんじゃないかっていうツッコミをね、ちょっと入れたいんだけど、まあいいか。種族、信仰、こうやって、まあこう、キャラ設定、キャラエディットがあるんだけれども、基本的に、そうだね。これが、場所野蛮な感じ？これなんだろうね。これなんか日本的だよね。ベンドゥヤ。これにしようかな。呪われた都みたいなね。こう独裁機関に行っちゃうかって。ちょっと怪しいね。これは、素朴な防寒。乱暴だね。で、ハイバリア。これは何？あー、ハイエロー。おー、ちょっとかっこいいね。蛮族の、これもちょっとなんかいいね。まあ、これ、何が変わるのかちょっとよくわかんないんだけど、ここら辺変えたからといって。残酷な戦い。野蛮だね。まあ、ざっくりと、こう読んでいくと、魔導士。機体人。あ、ちょっとこれでもいいなぁ。まあ日本的な、まあこれでいこうかな。休みな姫。美貌。これでいきましょう。信仰。ミトラ。巨大謎。これなんだろう。信仰。よくわかんないな。これは何？瀬戸。ミトラの宿敵。これとこれは宿敵なわけね。特性が毒、解毒。回復光、回復光か、回復、ちょっと回復とかがいいな。肉の処理、食事。氷勘で、繁栄絶命、なし、なしかい、瀬戸かな。だいたいこういうのって、こう、回復系とかが、なんかいいっぽいからね。声。声。これでいこう。
顔、まあ、顔これでもいいんだ。これ動く、おお、頭を動かすってこれでもいいんだけどな。特にね、こう、おー、あ、これシワいらないな。はいはいはい。あ、これシワがなければこれでも全然いいんだけどな。これかな。肌もこれでいいし、髪はこれでいこうかな。さっきのでいいんだよな。落ち武者的な感じでいきたいからやっぱこれかな。うん、いや違うだろう、やっぱこれやろうか。なんか鎧とかね、日本のなんかその DLC があるっぽいから、ちょっとそれ、そんな感じでそれをね、まあちょっとあれしていこうかな。おひげ、おひげいいね。ひげね、うーん、いや、なしでいこうかな。あ、どうしようかな。ちょっと黒ないか。まあ、これでいきましょう。これでいきます。次のものを、なんとかで経営に処す。やばいな、全然読めん。きっとピースの書き方かっこいいな。ベンジュヤ人、以下の罪により、追放の地に放置すると。証人殺害。お、夜景買収する。お、ろくなことしてねえな、こいつ。生死に関わらず、この罪人を、なんかね、これ、経過でいいんですかね。より下ろした者は、家族ともども、厳罰に処すと。家族は、ちょっと怖いな。普通の顔だね。ホフラの時代、一人の罪人が、追放の地へと運ばれた。疑わしい罪状で十字架に、なんとかかんとかにされ、黒い翼を持つ死の訪れを待つばかりだった。すごいね。が、そこに運命が介入した。何もないね。ザ・砂漠。ハゲワシにね、食われると。いただかれるところを、いただかれるところを、こうね、運命が介入すると。これくれないかな。似た者同士、男よ、喉が渇いているかと。手荒くなるか、お前を自由にしてやってもいい。もうちょっとで腕切り落とされるところじゃん。殺してしまうかもしれないが、お前ら文明人は軟弱だ。運命を背負う強さがない。あ、嘘。この人はコナンらしいですね。ドンと。俺の国では敵は戦って殺すものだった。いた。これはね、なかなか痛いよ、これ。片手だけだったんだね。片手で止まってたんだ。この土地は人を寄せ付けない。お前には刻印が、夏印、刻印、わかわからん。そのままではこの世界を抜け出すことはできないと。十字架に放置しておいた方が、あ、よかったのかも。全然そんなこと書いてない。その水筒を俺にくれないのか。生きて、愛し、命を燃やし、生き延びるために戦うのだ。また会うかもしれんな、セラバだ。また会おう。なんかこの砂嵐が、やばいらしいですね。あの腕についてるアイテムが何だろうね。それがさっきから気になってしょうがない、オープニングから。
さあ始まりました、ウトキャストの世界に。私きっと新年早々降り立ったわけですが、さて、これなんか動画見たら、これ後ろの方になんか水筒なんかどっかあるんだよね。石の上かどっかにさ、朽ち果てたカイドウと。で、基本的にこの旅路をなんかこうやっていくといいらしいですね。ここら辺をクリアしていくとなんか良さそうなこと書いてあったので、とりあえず当初というか登録はこれで行きたいなと思います。お、これこれこれ、あったあった。これを、アクション拾うと、近くで拾う。俺の負けだ。朽ち果ててやがて古い遺跡の一部になるだろう。他にも人間を得る。奴隷にヤバに、食人族、聞いたこともない土地から追放された者、荒野で命をつなごうと。石や砂をかき集め居場所を作って、なんとらかんたら。私には無理だ。奪われた暮らしが頭から離れない。だが太陽を輝くベルブルル島にはもう二度とないのだ。我が娘の髪の匂いが嗅ぐことも。俺はあの見えない壁を越えてみせる。どれだ、壁ってどれ、あれか。最後の水と言葉をここに残す。あ、これ手紙の主か。そうだった、忘れてた。かわいそうに自分の置かれている状況を把握していないようだ。まさにね、まさにね。なんかこれ拾ってこうね、ちょいちょいさ、こうモンスターの声が聞こえるんでね、こういうのをなんか拾っていくとよろしいらしい。とりあえず服とかを作っていきたい感じかな。ね、こうなんかすごいね、この世界ね、ほんとね。あ、こういうのも拾っていけた方がいいんじゃない？これね、木の枝とかさ。はいはい、とは。この矢とか取った武器にすればいい気もするのはね、もう他の実況者さんもおっしゃられてるからね。出た。出た。どうやって作るの？どれを押したらどうなるのかが全然わからんねやけど、これで作れるようになるのかな。あ、作れますね。8個必要と。この草がこれが、2個作れるね。これが6個、これがちょっと作れないか。ここら辺のちょっとかき集めながらいきゃいいんじゃないですかね。レベルアップ早い。何かキルを達成したと、ね。まあこのくらいはさ、まあ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 。木の枝、この木の枝とかでこう斧とか作るのかな。種とかあるしね、なんか栽培ができるらしいですね。インプラントじゃないね、プランターみたいな。と、ふんどし一丁の俺があそこに行ったらあれに食われちゃうとか、そういう変なオチがあるんじゃねえのか。なんか武器かなんかが欲しいところではあるよね。とりあえず着とこうか、これを。で、斧は石が、あ、石があれば斧作れるんだ。作っときたいね、斧。フィルター。これ食べ物ってどうやって食べるんだ。足も作れるから、石か。石はこういうの拾えるんだっけ。あ、拾えるね。ここはちょっと拾って、ここも拾えるんじゃない。4、あともう1個で。本当何していいか分かんない。もう何もないままほっぽり出されるっつ。めちゃくちゃすごいあれだけど、これで斧が作れると。で、なんか
道具を生産する。 OK。 アクション、走る、攻撃がこれか。攻撃が R1、R2、レベルアップした。ふい、ふい、ふいと、ふい、ふい。お、これで、なんかできるぞ。上矢印で、視点変更。十字キー右で、地図と、マップ。で、これが今、俺がいるところか。朽ち果てた街道。ちょっと先に行けば、川があるんですね。これどこまであるの？これ結構広いね、これ。都市みたいなのもあるしね。と、右側のね、海辺と。この海辺に沿って行けばいいんじゃない？とりあえずこの川に出て、川を拠点にして進んでいけば良さそうだな。うん。だな。川に行こう。川はいいんだよ、川はな。うん。これどうこれは食い物とかはどうやって食うの食い物とかはどうやって食えばいいんだ。これだ。R1 か、L1 か。L1 で装備できるんか。OK。よっしゃ。これで怖いものなしや。来いやこら！来いやこら！おー、ごめん！そうです。すいません。お。ははははははは。たーいないわ。獣のような何かが、足がないじゃん。そして風の音に混じった鳴り声。これはあれか？まだこれあれだな。もらえないやつか、装備。剥げないんだな。そこら辺ちゃんとしてんな。くそ。まあいいや。で、こっち上だね。もうちょっとさ、こう。あ、オッケーオッケーオッケー。まずこの、ここを沿って歩けばいい感じ？ベッドとか作りたい系だよね。絶対リスポーンとかなるよね、こういうベッドって。なんかあるぞ。紐系。よくこれ、俺紐って分かったな。なぜなら、作ったことがあるからだ。なんか3個作っとこう。回収回収。もうほんとさ、このビルドってか建築系は何喋れていいのかわかんない。そう、勉強しなきゃな。今年そういうの勉強していこう。実況するにあたって。ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいいね。ちょうどいい感じだよね。次だから斧、ツルハシも作っとこうか。こういうの切れるでしょ。切れる。砕けるでしょ。ツルハシありゃ。ちょっと違う、ね、こっちだね。場所的にこっちじゃね。あ、でもこれ、橋みたいなのあったよね。だね、橋に続いてるよね。喉が渇いた。喉、
喉取れ、あ、喉、喉、オッケー、これで、ああ増える増える、オッケーオッケー、喉のあれが増えましたね。うん、いいことだ。よしよし、腹もちょっと減ってきたぞ。この虫を食うとね、ここら辺お腹が満たされるらしいですよ。書いてました、言ってましたね、アウトキャストの、だからよくわかんないアイドルの人がよくわかんないアイドルの人が崩壊橋、橋か、文明みたいなやっぱあるんだよね。ちょっと鶴橋を作っときたいな。松明も作り、松明を作るものも欲しいよね。5個、8個、これは5個、鶴橋を作って、うん、多分こういうの切ったら枝手に入りそうだよね。よし、よろしい。おっと、また今なんか、おっと、なんだ、あそこにいっぱいいるぞ。倒せるかこれ。卵、いいじゃん。とりあえずさ、とりあえず、とりあえずどうする？今回ここら辺で一回切っとくか。ここら辺に家を構えたいところだな。ベッド作りたい。ベッド作ってここに家を構えたら、今回この辺で一回切りましょう。切るタイミングがすっごい難しいからさ。で、こうして、おお、なるほどね。置けないところはここで罰が出るわけか。ここら辺の橋だったら分かりやすいんじゃない？目印として。こうかな。あ？違う。こうか。違うな。R1、OK、すげえ、なんかゴホゴホって聞こえたんだけど、押して、おお、なるほどね、回収もできるんだこれ、すごっ、うん、はい、ということで今回この辺で終わりたいと思います。まあなるべくこう30分以内に収めていこうかなと思ってますんで、一本の動画を。なんでね、あまり進み悪いかなと思うんだけれども、まあそこら辺はライブ配信なんかして、ごまかしていきたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。それでは皆様またお会いしましょう。吉野に。